この作品の作家、藤木律子です。作品タイトルは静筆の朝という作品です。これは中原中也が、の人生の朝の部分、朝一日の始まり、その無風のようなこの朝の日差し、今ちょっと撮影が夕方なんですけど、朝の日差しを感じるような作品に仕上げたいと。でそれはやはり前作と同じように中原中也の内面性を表しています。朝詩を書こうとするときに何を思ったであろうかということをイマジネーションして、しかしこの作品はすっぱり真ん中の中央あたりで切られている部分があるんですが、決して穏やかではなかったであろうと。心の内は静かな朝ではあるけれども、昼夜は生涯にわたって安らかな朝を迎えた日があったのだろうかという私の、推論ですね、思い、それを表現してみました。